コッコ、大型のコッコです。今回は業務スーパー総力祭に行ってきました。はい、ということで9月1日から総力祭が開始されたんですけれども、こちらのね総力祭で買ったものをご紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。待ちに待った総力祭なんですけれども、今まで総力祭は春と夏年2回ですね総力祭あったと思いますが、加工動画にも総力祭のものあげてますので、今回も総力祭のものを購入してきました。冷凍品が多いのですが、もう溶け始めているのでちょっとテンポよく紹介していきます。まずこちら、はい、総力祭といえばこちらです。はい、ピザ生地ですね。ミラノ風ピザプラスト5枚入りということで、総力祭毎回こちらのねピザ生地の方を購入しています。自分で作った方がねお安いし好きなのでまた買ってきました。はい、いつも、ピザと一緒にこちらの、シーフードミックスの方を使っています。動画は上げてないんですけど、しょっちゅう業務スーパーで買い物しているんですね。これは必ずストックがあるように買ってます。それぐらい愛用してますね。愛用っていうか好きです。初めて購入します。じゃーん、ラザニアです。ラザニア、イタリア風ということで気になったので購入してみました。お昼ご飯にいいかなと思ってお昼にね食べたいと思います。次はこちら、初めて買います。冷凍の焼き芋ですね。ねっとり滑らかと書いてあったので、ちょっとこれは気になるなと思って購入してきました。ねっとり滑らかな食感とスイーツのような濃厚な甘さが癖になるということでね、レンジでチンすれば食べれるので 500g と書いているんですが3本入っています。秋といったら焼き芋イメージもあるので食べたいなと思います。はい、こちら、じゃん、粗挽きサーモンたたきです。こちら初めて購入したんですけれども、いつもマグロのたたきの冷凍を何回か購入しているんですね。サーモンのたたきはどうなんだろうと思って気になったので購入してきました。マグロのたたきはめちゃくちゃ美味しいのでこちらも期待大です。アイスを購入してきました。レープ好き、ジャージ牛乳ソフト好き。初めてね、こう面白いなと思って購入してきました。たい焼きアイスということで、たい焼きの形になっているみたいで、あーちょっとミニっこですね。ちっちゃい、ちょうどいいサイズですね。粒あんが入っているみたいなので楽しみです。いや、こちらポテトサラダです。はい、こちら前回の総力祭で初めてこのポテトサラダを買って感動して、はい、またリピで買いました。あとね、おかずが一品足りない時とか、ポテトサラダすっごい使えるので、これはおすすめ商品です。こちら、サウザンドレッシングです。このシリーズの業務スーパーのドレッシング、いろんな種類があって、とてもね、私は好きで購入しているんですが、こちらの味は初めて購入するので、ちょっと挑戦してみました。次です。はい、とろけるヘルシースライスということでチーズを購入してきました。業務スーパーのメーカーなんですかね、初めて見ます。コレステロール 98% オフということでちょっと気になったので購入してきました。コレステロール高いって言いますからね、チーズちょっとね、ちゃんと美味しいのかなっていうのが気になったので、はい、食べてみたいと思います。はい、次こちら、はい、カレー粉を購入してきました。カレールーですね。ホームスーパーのこれもメーカーなんですかね、初めて見ます。98円という破格だったので、安くて美味しかったらまたリピしたいなと思います。
業務スーパー総力祭購入品紹介でした。今回のお目当てなものは、スパゲッティ 1.6 ミリパスタの麺を購入したかったんですが、全部売り切れということで悲しかったです。いろいろ気になるものがあるので、また業務スーパー総力祭に行くかなとは思います。地域によって総力祭の商品は変わっていますので、ぜひホームページを見て確認してほしいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。参考になれば嬉しいです。さよなら。